さて視聴者の皆さん、皆さんに今回ビッグニュースがございます。うん、何でしょう。ついにですね、はい、あのいつも撮影しておりますあの廊下から私たち追い出されてしまいました。マジっすか。はい、廊下で撮れないとどうなっちゃうんすか。だから今日はフジテレビ湾岸スタジオの食堂で似てるでしょ、ちょっと高さが違うんで、ちょっと景色はだいぶ違いますけど、はい、まあ、懐かしい廊下は向こうの方にあるんですけどね。そうだね、うん、うわ、まあでもそろそろそんな時期かもしれないですね。うちの番組のサイクルで言えば、いろんなとこでやって追い出されたりなんだかんだあって新しいとこ行って落ち着いたと思ったらまたちょっと追い出されたりとかいろいろありましたんで、そっか、まあ、確かに思えば本当は廊下に案内させてくれてありがとうって言わなきゃいけない、うん、本当はそうですね、まあ、居候みたいなもんですから、きっと確かに、やすなび、いやー、女子サッカー人気だなー。私もね、サッカー始めたんだよねー。あ、こんなとこにボールがある。よし、蹴ってみよう。えいビヨーン。殺されてるか、これやる。すいませんでした。はい、さて、アウトレイジ見たばっかりだよ。アウトレイジビヨンドを中田君と見ましたから。さて、今回のやすなびのゲストはこの方です。こんにちは、松原圭です。ご無沙汰しています。すごい先生になったのを見せてもらってありがとうございます。はい、後輩さん、お世話になりました。お世話になりました。アイナック TV ですよね。そうなんですよ、ね、はい、ちょっと今回はですね、違う情報をお伝えしに来たんですけれども。そうですか。はい、実はですね、なんと世界の強豪が激突する大会が日本で行われることになったんです。はい、モブキャストカップ国際女子サッカークラブ選手権が行われるんですね、はい、そうなんです。11月のですね、22日と25日に行われることになったんですけれども、はい、この大会はですね、はい、世界の女子の強豪クラブが、一堂に会する、まあ、初めての大会となるんですけれども、出場チーム4チームあるんですよ、はい、まずヨーロッパを2連覇しているヨーロッパチャンピオンのオリンピックリオンというチーム、そして、オーストラリアリーグを、優勝しているキャンベラユナイテッド FC、そして国内からは2チームなんですけれども、プレナスなでしこリーグカップを優勝した日テレベレーザ、そしてアイナック神戸、リーグ優勝のアイナック神戸、この4チームが初優勝ですね、この大会の目指して出場する大会となるんですよ。日本とヨーロッパ、そしてオーストラリアといった強豪国のトップチームが、はい、まさにもうガチンコで戦う大会ということですね。いや、本当そうなんですよ。それでまずあの海外から来る2チームについてなんですけど、はいはいはい、まずあのオーストラリアのキャンベラ FC というチームはですね、うん、ワールドカップのオーストラリアの代表選手がもう勢ぞろいしている、まさにオーストラリア代表といった感じのチームなんですけれども、はい、見てください、このワイルドな喜び方、すごいな。あ、またやっぱりあれですね、身長がありそうですね、はい、もうやはり体が大きいのが、うん、大きい、スピードもありますから強そう。あとこの屈託のない笑顔ね。そうなんですよ、いい笑顔だ、はい、もうこの雰囲気ちょっと怖いですよね、このちょっと怖い、ハッピーオーラが出ております。さあ、そしてですね、これサポーターなんですけれども、はい、うん、サポーター見てください、もう緑の、うわ、皆さん全身緑、はい、ペイントして、これはすごいね、このまたパワーがですね、日本のサポーターも負けていられないなと。そうですね、サポーター対決、ね、はい、本当になんかサポーターとしてもう出来上がってる感じですよね。そうなんですよね、みんなね、ずっと応援してますみたいな、ね、そしてヨーロッパチャンピオンのフランス、オリンピックリオンというチームは、はい、こちらは、まあ、オーストラリアに対して まさにフランス代表選手がいっぱい揃った、はい、これも本当にめちゃくちゃ強いチームなんですね。めちゃくちゃ強い、はい、あの日本の日本代表にも選ばれている大滝亜美選手という選手がこのチームでプレーをしているんですけれども、はい、そしてですね、選手たちをちょっとご覧いただきたいんですけども、あれ、はい、
ペイさん、はい、なんか綺麗な方が多い気がするんですけど。そうなんですよ、確かにね、はい、これが、ルイザ・ネシブ選手というですね、あの女児団と呼ばれている選手、同じ団、はい、相当うまいんだ。じゃあそうなんですよ、この間のオリンピックでもかなり日本を苦しめた中心選手でした、ね、はい、そしてもう一人ですね、うん、12番のエロディ・トミス選手、強そうだな、はい、足めちゃくちゃ速そうじゃないですか、なんか、はい、この写真から見ると、この選手はヌードを披露しているんです、はい、すごい、あのワールドカップの時に盛り上げるために、あ、そういうことまで、はい、すごいな。そしてですね、もう一人がスウェーデン代表のこちらがですね、ロッタ・シェリン選手という選手なんですけれども、綺麗ね、背も高そう、この選手は女イブラヒモビッチと呼ばれています。女子の中では圧倒的な存在感、高さがあってパワーがあるという意味で、はい、称えられているんですけれども、はい、そして日本からは、はい、この2チームを迎え撃つのがですね、はい、なでしこリーグカップでアイナックを撃破した、うん、まず日テレベレーザー、はい、そしてもう1チームがですね、なでしこリーグをぶっちぎりで、優勝、そして2連覇を果たしたアイナック神戸レオネッサ、この2チームになります。はい、はい、まあ、アイナックは言わずと知れた今日本を代表するチームなんですけれども、日テレベレーザーはですね、アイナックを破ったカップ戦ではこれ3連覇しているチームなんですね。また、すごく代表選手も輩出している強いチームなんですけども、これでも大丈夫じゃないですか、日本だって、だってベレーザとアイナックはもう二強みたいなとこじゃないですか。そうなんですよね、すごいレベル高いし、なでしこリーグ、はい、ただやはりもう代表レベルの選手たちがいっぱいいるあのチームで、特に、まあ、ディオンとかですね、すごい選手がいっぱいいるので、かなりもう今までにないようなこうマッチアップが見られると思います。そうか、チームとしてはクラブチームの方が出来上がってますもんね。そうですね、連携はやはり代表よりもクラブチームの方が毎日一緒に練習するんですよ。それが日本でやるという、はい、楽しみですね。そうなんです、ぜひ皆さんもお時間があれば、そうですね、来てください。なかなかないですよね、日本でそういうのがあるっていうのはね。というわけで、日本、ヨーロッパ、オーストラリアのトップチームによる大会、モブキャストカップ国際女子サッカークラブ選手権は BS 富士で全試合に中継しますので、皆さんお楽しみに、はい、そして本日のゲスト、松原圭さんといえばね、やっぱりアイナック TV ね、はい、忘れちゃいけませんよね。ありがとうございます。でももうリーグ終わっちゃってますよね。そうなんですよね、でも、アイナック TV は、まあ、試合の結果なども振り返っているんですけれども、いろいろな企画コーナーなどもありますので、このオフシーズンもかなり盛り上がると思いますので、ぜひ楽しみにしていてください。松原さんの一押しコーナーは、はい、一押しコーナーはですね、純子の部屋という、あの、ディフェンダーの深井純子選手のコーナーがあるんですけれども、これが面白いんですよ。シーズンらしい企画ですよね、ファンにはたまらない企画、はい、ちょっとそのコーナーを少し見られるそうなので、はい、こちらをご覧ください。純子の部屋、こんにちは、ようこそ純子の部屋へ。今やっぱり欲しいものはホットプレートです。今日は神戸店の富士バンビに来てますが、アイナックだらけですね。こんにちは。アイナック4年目トリオやね。はい、分かる。だってみんな芋臭かったもん。え？めっちゃ変わったよ、2人とも。神戸に馴染んでくれた。でも髪の毛長くなかった。みんな茶髪になった。良かったっけ？テイクチェンジお願いします。さらにこんなコーナーも発見。アイナックニュースの時間です。北東道学校で知られる富士バンビが神戸市内にアイナック神戸とのコラボコーナーを設けたカフェをオープンしました。北東ドーナツ坊とアイナックのコラボが実現した店舗となっています。以上、アイナックニュースをお伝えしました。これ面白そう。ちょっと気になるんですけど、松原さん今 VTR メガネかけてましたよね。はい、これですね。あ、ほら、あら、はい、あれ、俺なんか、こんなこと言うと、まあ、他の選手にも失礼になるかもしれないんですけど、
そういう体育会系の人にしてはですよ、いや非常に失礼ですけども松村さんちょっと綺麗すぎるんですよ。やってました、本当にやってたんですよ。本当ですか？本当に7年間やってました。7年も、はい、ちょっとじゃあサッカーどれぐらい前か見せてもらいましょうよ。あ、いいですね。それではリフティングを見せてもらっちゃいましょう。じゃあちょっと足元からやりますね。足元から、あ、はい、やりますリフティングを。ちょっとすみません、ブーツなんですけど大丈夫ですか？あ、ごめんなさい、もう一回。いや、松村さん松村さん、あれブーツはね、なかなか難しいですけどね。気を取り直して、テイク2。ほうほうほう、おお、うまい、うまい、うまい、おお、これやってましたね。へえ、これ7年やってたんですよね。7年やってました。だいぶサッカーやったことないんだよね。僕だから7日間ぐらいですよ。7日間はやった。まあ授業とかでね。授業でトータル7日間やった、じゃあちょっと大悟も7日間の成果見せてみたら。いいですか、ちょっと。こんなに違うんですよっていうの、もう本当にできるならガンガンやっていいと思うよ。本当ですか、うん、ちょっとじゃあちょっとやってみていいですか。いや、どうぞ。はい、いきます。松原さんサッカーやってましたね。やってた、やってた。でもあらぬ疑惑が晴れてよかったですね。メガネをつけていただいて、ちょっとなんかあの、はい、勝手にありがとうございます。軽くていいですね。はい、いいっすね。なんかメガネ、メガネ交換いいじゃないですか。サッカーのユニフォーム交換あるからね。あ、いいですね、メガネ交換。メガネ女子としてこれから。そうですね、メガネ。あ、いいじゃないですか。よろしくお願いします。はい、まあ、いずれにしてもね、あのこの秋はですね、はい、ぜひモブキャスト、カップ国際女子サッカークラブ選手権にご注目ください。はい、こちらは、ただいまですねチケットが好評発売中ですので、うん、ぜひスタジアムでもご覧ください。そしてアイナック TV もよろしくお願いします。はい、松原さんありがとうございました。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。あと何か、はい、ちょっと最後に、大事なことをお伝えするのを忘れてしまったんですけども、はい、iNAC TV の DVD の第2弾が好評発売中なんですよ。はい、こちらの DVD なんですけれども、はい、内容としましてはですね、うん、ロンドンオリンピックで銀メダルを、獲得しました7選手の、うん、凱旋帰国の様子をはじめ、また先ほどの純子の部屋だったりとか、はい、あと選手の私服をこう公開するようなありますので、気になる。はい、ぜひ見てください。はい、というわけで今回の休まりはモブキャストカップ国際女子サッカークラブ選手権、そして iNAC TV の特集でした。松原圭さんありがとうございました。ありがとうございました。以上、休まりでした。